ウガンダの大統領は、東アフリカのウガンダ共和国の国家元首たる大統領である。ウガンダは1962年に独立したが、1963年までは、イギリスの国王を元首とする英連邦王国であった。ここでは、英連邦王国から脱し、共和制を敷いて、大統領を国家元首と定めた1963年からの大統領を記す。 軍事政権の長が国家元首を兼ねた期間があるが、それもまとめて一覧に記した。選出規定は時代により異なるが、ウガンダ国民でなければならないという条件は不変である。1995年10月交付の現行憲法においては、大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年と定められている。 当初は参戦禁止規定が存在したが、2005年に再選制限が廃止された。1995年交付の現行憲法では、大統領制を定めている。この中で、大統領は、首相や閣僚の任免権、行政府の指揮監督権、軍の最高指揮権など、強大な権限を与えられている。1963年の共和制以降後は、ウガンダは、 ブガンダなど国内の諸王国による連邦国家であり、連邦政府の大統領の権限は弱かった。大統領の権限が強くなるのは1966年にミルトン・オボテが国内の諸王国を廃止し、ウガンダを単一の共和国と定めた頃からである。ありがとうございます。